キボッキさん。反射なんてとんでもない小心者のつるっぱげ、夜中に足つり死に目に遭い、朝方トイレに必ず行く、毎日毎日うざいポストをするパッキポッキです。はい、パキポキです。今日も一日お疲れ様です。はい、お疲れ様です。今日は金曜日ということで、1週間長かったでしょうか。お疲れ様でございました。ダダンということで、いかがお過ごしでしょうか。今日のこちらの方面はやっぱ天気予報通りですね。ただいまの時刻は8時38分もありましてですけど、雨です。結構強い感じの雨が降っておりますですね。はい、雨降ってますね。結構降ってますよ。なんか久しぶりにこんだけ降りはないかなっていうぐらい降ってますね。はい、今日の私はですね、朝からメーカーさんのところへ仕入れに行くという、この雨の中ということで、ズアマーミローですで始まっておりますが、いやー、よう降るわ。うん、ちょっとひんやりはないんですけどね。はい、でも今日なんか冷えるらしいですよということで、長袖着て一枚羽織った方がええんちゃうんっていう感じでね、同僚も言うとりましたけどね。さあ、腰にコルセット巻いて、向かってる感じでございますけど、このコルセットってね、なんか最近まで違う、巻き方をして、なんか腹を中心に巻いてたので、強制補正下着みたいな状態で私はつけてたんですけど、それパキパキさん、それ全然違うよ使い方とか言われて、とか言って、全然固定されてないやんとか言われてですね、はい、とりあえず雰囲気でつけてましたねとか言いながら、いや、通りでお腹きついなと思ってたんですよ。はい、これはもう腰を固定するためのものなんですから、こういう感じでこう稼働しちゃいかんとですよとか言ってね、結構うんちく言われて、はい、へこんでたです。はい、だん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 やっぱりね、こう落ちていきますからね。はい、もう体もね、体幹ももうどん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 落ちていくということでね、皆さんも体幹できます？体幹もちゃんと鍛えてますか？はい、テレビでですね、片足を上げて靴下を履いていくっていうのをね、できなくなりますよと。はい、よく片足立ちで目をつぶったらフラ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 すると体幹が弱ってますよとか言ってね、言われてあって、私毎日靴下を履くときは立って片足上げて、そのバランスを保って履くようにしてるんですよね。もう何年になるかな、これ。もう癖づいてですね、もうずっとそれでやってるんですけど、やっぱ人間なんかその習慣になるとね、なんか全然いいみたいですよね。はい、だからまあこのぼやきももう習慣づいて、ただね、この習慣って一瞬で崩れるんですよ。はい、もうちょっとね、ちょっと休もうと思ったらもうずーっと休むというね、これが習慣が切れた時の怖さなんですけどですね。はい、それはもう皆さんも体感してることじゃないかなとかと思うんですけどですね。はい、昨日なんかちょっとうちの同僚の車もういい加減にね、洗車せないかんのよねとか言って洗車機に行ったんですけど、今日この雨でしょ、もうザマーミローですですよね。はい、あの人ほんと洗車したら雨降るよね。その2日か3日前はご自宅の自家用車洗車してましたけど、またこれ雨でしょ、もうザマーミローですよね。うんと、もういつ洗車するのよっていう感じなんですけど、まあ、あれも考え方によるんですけどですね。はい、洗車は雨降っても降らんでもやるべきやと。うん、雨が降るんやったら逆に洗車をして撥水させとって、やったらいいとかね。うん、まあ、いろんな考え方ですよ。もう全て考え方、その、まあ、いいように考えるのと悪いように考えるのといろいろありますけども、それならいいように考えちまおうぜっていうのがね、なんかいいんじゃないかなとかと思いますよ。はい、じゃあこの続きはまた後で。パキポキさんのブラキ、はい、パキポキさんのブラキ続きですということで、さ
さって、いよいよでございます。明日どうで、あさって日、はい、2日間両日で行われます岡山県、赤岩市熊山英国庭園グラスハウスにて2日間両日で行われます演芸やろうぜ秋の陣ですね。はい、もうずーっとこの1週間ずーっと言ってき、言い続けておりましたね。もうポストもストーリーも、私のフライヤーがもうね、演技やろうぜ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 、言ってるんですね。で、これ嬉しいのが、メンバーじゃない方も、そこで他でスクショして、で、それで、また、ポストなり、ストーリーなり、されてる方がいらっしゃるっていうこと、嬉しいっすよね、なんかね。そういう人のつながり、みんなでこう盛り上げていこうぜっていう、この熱のね、感じがね、なんかいいじゃないですか。ねえ、皆さんの、ご近所もこういうイベントがありましたら、ぜひね、こう巻き込んで盛り上げていただければ、楽しい感じになるんじゃないかなとか思いますけど、やっぱ人とのつながりっていうのは、このインスタを見るとの本当もすごいなって思います。で、それを駆け持ってくれるのが植物。ねえ、植物をきっかけに話ができる。ねえ、最高なツールじゃないですか。ほんとそんな感じで思いますよ。私がこのインスタを始めたきっかけっていうのが、熊本の大学の時の友達、まあ私がずっと最初のお借りましてもらってます、ご主人様っていうね、はい、設定で、やってたんですけど、彼が、グラギリスだとか、その時は何やったかな、灌木系にハマってたのかな、モンストローサとかかな、そういったのを流れて、で、まあなんその木の枝はとかってね、言ってたのが、始めたんですけど、はい。昨日久しぶりに、そのお友達からですね、LINE が来まして、ね、パキパキ、パキパキって LINE が来てから、ない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 、どないしたんねんっていう感じで、やると、できたよとか言って、できた何がとか思ったら、今年の夏、このぼやきをずっと聞いてある方はわかると思うんですけど、彼の投稿をね、私ちらっと言いましたけど、立ち穴内に、ゼロ戦会館みたいなのがあるんですよね。はい。で、それで、もう日本の歴史勉強してるわ、みたいな感じで言ってて。で、ここ1ヶ月ぐらいで、プラモデルは、ね、ゼロ戦のプラモデルと、その日本兵のフィギュアを、買ってたんですね。で、これをもう ああいう風に仕上げるとかって言ってて、昨日できたんですよね。はい。で、送ってこられた画像が、ゼロ線にこうまたがっとるというか、こう座っとるというか、外にこうなんかちょっとかっこよくこう生きて座ってる、模型が送られてきて、で、その日本兵の顔をアップにすると、岡田純一やんって永遠のゼロね、はい、永遠のゼロをモチーフにして、色を塗ってなんか作ったみたいですよ。ただいまもう50近い男がそんなことしておりました。はい。手先は器用ですね。九州産業大学の芸術学部だったからですね。とにかく絵は上手。はい。ということで、もう独身なんで、ぜひ熊本のね、女性の方、結婚してあげてくださいっていう感じで。もう赤色。もうその年までね、独身やったらもう癖がつきまくっとるからあかんやろ、とかで思いながらね。どうなとかって思うんですけどね。はい。まあ元気にやっとるみたいですよ。なんかね、久しぶりにこの写真を見ると、うわー、老けたなーとか言ってやっぱ思いますもんね。人のことは言えませんけどね。私はまだ髪を剃ってますので、年齢不詳で通ってますけど、これもう髪生やしたら白髪で、もうてっぺんがハゲですんで、もう落ち武者ですよ。落ち武者白髪ハゲですよ。本当そんな感じでございますよ。それでも元気になんとかやっとるっていうのがね、いい感じかなとかと思うんですけどね。いや、しかしこの寒くなったらやっぱプシプシが痛くなるね。またそこら辺がちょっと、たまに傷でございますがね、っていう感じでございます。さて、じゃあ明日、明後日ですね、もう大いに盛り上がると思います。もうクソほど忙しいんじゃないでしょうか。今日は潤沢に雨降って構いませんが、明日、明後日は、カラッと行ってほしいなと思う、バキコキでございました。
ということで今日こんな感じで終わろうと思います。お疲れ様です。デッケニジー。話はしない、決して負けない、強い力を僕は一つだけ持つ。リンダ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 Rinda, 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 rinda,